さあチャンスを迎えた仙台、茂木がキックを放ちます。シュートを狙ってきたでしょうか。これが直接入りました。すごい、当たったんですかね。最後はディフェンダーでしょうか、誰かに当たって茂木今日ハットトリック。キーパーはね、出ると思ったんですよ、はい、一気に落ちましたね、ドライブシュート。おー、ここは最後茂木の直接フリーキック、ベガルタが3点目。今日の試合の勝利へ大きな大きな1点が追加されました。ディフェンスの頭に当たって、そうですね、壁に当たって最後はゴールに吸い込まれていきました。当たって伸びましたね、ホップしましたね、はい、ガルタ。